はい、ということでね、始めましょうか。こちら、10時に構えたのがアンウィーペプステッドアンデッド、それに対して右上でも1時に構えたのがオークのレイン。マップはツイスティッドミドルカップセイセスっぽいのはソラポップでお送りいたします。さあこちらテッドのオーダークリプト、そしてグレイブヤードですので、こちらアンデッドではクリプトフィンドからのスタートですね。それに対してのリーンの方はあれですね、そのままでしょうね。こちらブレイドマスター、そしてバラックスが立って、アイテムショップはまだ立てていない。そしてオルタオブダークネス、非常に遅いように見えますが、お金的にはこんなもんみたいですね。アコライト1体多めに作ってしまったからじゃないかと思ったら、アコライトこれ1体多め作ったように見えましたが、気のせいでしたね。アコライト1体多めも作ってすらいない。さあグールが2体目生産開始しながら、これ3体目は作らずにクリプトフィンドオーダーでしょう。キコリグール2体からのクリプトフィンド、そしてここでアイテムショップ建設開始。それに対してのリーンの方はファーストヒーローで、ブレイドマスター、そろそろ真ん中近くまで建設ゲージが行く。そしてスパイクラグイみたいですね。さあバラックス建設完了し、そのタイミングで即グラント生産開始。アイテムショップはまだ立てていない。そしてこちらピヨンで1体偵察させながら、こちらのピヨンは対面を見ようとしているのではなく、かなり離れたところにアイテムショップを作る。非常に離れたところにアイテムショップ、こちらクリープが終わったタイミングでこのアイテムショップが完成し、そしてそのままということでしょうか。おっとこれアイテムショップによりますね。こちら中立ゴブレムアーシアンとアンデブレードマスターの陣地に近いゴブリマーシャントでタウンポータル売り、そして即サーキットノビリティ、全ての偵察プラス2のアイテムを買い、そのままその足でクリーピング開始。それに対してクリプトフィンド、こちらは即ほとんど偵察していないのに2分の1の確率、3分の1と言っていいでしょうか。まあ右か下かしか行かないの、これ2分の1の確率。右後頭に引き合ってアイテムショップ建設途中しているタイミングですが、クリプトフィンドで地味な妨害をしていますが、まさにスルーのリーン。クリプトフィンド多分このオーバーシーヤーが殺されるまで見ているということでしょうか。おっとここで HP55、27、あーっとここでテッドの方のデスナイトに経験値が入ってしまう。これは非常に痛い。レベル3のクリープ2体倒したところでレベル5のクリープ1体とほとんど変わらない経験値なので、これは非常に痛いといえもテッドが上手かった。テッドのデスナイト全く持っていたくもかゆくもない、そんなクリープジャックを決め XP92 ゲット。そしてそのままレインの方はその足で南西のノーオーバーシーヤー、そしてワーデンがいるクリープ、そしてここでオーバーデンを倒し、アットブレイドマスターレベル2でしょうか。それに対しての X ロードの方は、テッドの方はここでまだレベル2にはなりませんが、グラントでしっかりと見ていた、グラントでここで見ているので、ここでまだここでグラントが必死に逃げる、まだオーラを覚えていないのでこのグラント殺すには至らず。さあブレイドマスターレベル2、そして傷口ヒーリングセルブをちゃんと使っている。さあグラント瀕死なのがいますが回復はすべて使っていない。さあここでブレイドマスターブーストサークルともう1回買う、そしてここでデスナイドがレベル2になる。そしてここでクリーピングしているのはジャック決まるか、しかしレベル5をクリープするタイミング、多分ダストバーアピエレンスを使うでしょう。さあここでアピエレンスを使う前にもう即座にブレイドマスター相手のデスナイトを殴りに行く、殴りに行きますが、タカがそれまでという状態でしょうか。さあここでオーバーシーヤーを殺すぞ殺すぞという形で狙っていますが、さあここでデスコイルを 打つのか打たないのか、打った。さあ相手はデスナイトの方にしっかり入る。このクリーピングはジャックはされたもののそこまで大きな被害はない、あるとすればクリプトフィンドの HP が減って無駄なデスコイルを打たされてしまう。さあここでスケートンウォーリアーによるボディブロックによりクリプトフィンド、これ以上 HP を下げることはない、そういう風な状態で逃げ切ることに成功のテッド。それに対してジャックもあまりいいジャックを決めることができなかったリーン、
レインはちょっと自利品な状態になってきていますね。さあそろそろティア2アップグレードも互いに終わりそうだ。グラントは3体のレイン、それに対してのテッタークリプトフィンド4体、そしてここでウィンドウォーク、おっとグラントが4体4体、さあここでジャックを見事に決めそうだ。さあここでクリープのとどめをいただくだ、そういうもの話は全然前に、まずは一気に狙いに行くが、ここはデスナイトの攻撃することがで HP 減らすことしかできなかったと言っていいでしょう。ここでテッドのクリプトフィンド、すぐ離れていましたが、ここでバック、デスナイトのデスコイルーツマナは十分にあるので、このままこのクリープをさせなかった、そういうレベルでのジャックというか妨害にしかならなかった。あまりまあそのクリープを妨害するのが、非常に多いのかもしれませんが、それでもやはりブレイドマスター何かしらの報酬が欲しいところ、アドバンテージをこの辺で握っておきたい。ここではまだドローに持ち込んでいるだけでますので、そろそろアドバンテージ取っていきたいんですが、クリープの経験値は全てテッドの方に入ってしまっている。さあここでウォータースターピエリスでこの100以下になるタイミング、おっとここでロックゴーレムがブレイドマスターの方にゴーレムを投げる、スターを投げて今ブレイドマスターの方にスターがもう一回飛ぶんじゃないか。これはおっとブレイドマスター一旦バック。さあここで結局はジャックされることもなく順調にクリープすることができそうだ。6ゴーレムは倒すことはせず、こちらデスコイルでとどめを刺すことができないので、結局ブレイドマスターのウィンドボークの追加攻撃が非常にジャックとして効いてしまう。なのでここならば完璧に殺せるタイミングでないとこの6ゴーレムを殺さないということでしょう。とどめを取られたとしても、そのとどめを取られた以上の損害を与えるということでしょう。さあここで傷薬ヒーリングサルブを止めるスケルトンウォーリアー体に止めることができた。さあここで6ゴーレムを奪い合う、そういう戦況ですね。さあ6ゴーレムクリープしたい、ウェテッドさせたくない。リーン、さあここでダストアピーレンスレベル2、デスナイトの HP が非常に変身になってしまったが、しっかりとポーションオブヒーリング HP250 回復するポーションを買ってきている。さあ少しずつ狙っているが HP はまだ166ある。さあここであーっとアイテムはしかしブレイドマスターの方に入るが、経験値はこちらブレイドマスターの方に入ってしまった。さあブレイドマスター、ここで雇ってきたのはテッドだ。さあここで6ゴーレムが研究し雇いましたが即殺されてしまう。まずレベル3になったらブレイドマスターの方、とにかく狙いまくる。デスコリアはもう撃つまではないのか、いや十分にあるはずなのに撃たない。テッドどんどんクリプトフィンドが殺されていってしまっている。さあで無敵ポーション15秒間今やっと切れたが、無視という形で狙いまくるが、ここでブレイドマスターちょっとあーっとブレイドマスター出すぎた。ここでブレイドマスター瀕死なのですが HP83、74、ここでデスナイトがデスコイル、ブレイドマスターがレベル3ダウン、デスナイトがレベル3に代わりになる。さあグラントもボックスされて、ここでグラントが1体ダウン、ブレイドマスターダウンしてしまったら非常に痛いレイン。ブレイドマスター殺すことができた、ここからは自由に動くことができるテッド。さあこれはターバーンで復活させるレイン、ブレイドマスターレベル3復活させるコストは非常に高いので、これあまり美味しくないでしょう。さあそのままこの足で陣地に帰らないで陣地近くのアイテムショップ、ゴブリンマーシェントのクリープ、さあスケルトモリアしっかり偵察しながらデスナイト、そしてティア3アップ、そしてオーブオブコラプションを買って、そしてそのままその足でゴブリンラボラトリーテントのすぐ近く北のところにあるゴブリンラボラトリーのクリープ開始。さあここで出たアイテムはライオンホーンオブストーンウィンド、美味しくないアイテムと言っていいんじゃないでしょうか。俺なら即売るアイテムなのですが、リーンの方は売らない。シャドウハンターレベル2。